宝山ダム湖宝山第二ダム湖湯田村生態大包み宝山郷は台湾新築県の里。宝山は旧称を草山と言った。これは雑草が生い茂る未開の荒れ地であったことから命名されたものである。元来はタイミヤ族人の居住地であったが、1833年、教習乱を呼び、周国まさに引きられた。 金広福と称す関東系開拓団が金山面、大崎、宝と新城、麹崎等などに入植したことで、漢人による開発の歴史が始まった。下関条約の結果として、日本による台湾統治が開始されると、1920年に台湾に衆軍制を実施、草山は新築州築東軍に属することとなった。 この際、草山の名称は平凡であることから、民衆が遅延等で束縛されずに共同して、開発、発展することを願い、宝山と解消された。戦後は、新築市に編入され、新築市宝山区となり宝山村に、区役所が設置された。しかしこの区役所は、交通に不便であったことから1949年3月に、総計村へと移転されることとなった。 その後1950年10月25日の地方行政改革では新築県宝山号と改正された。最先端の電子工業の研究と生産基地として世界的に有名な新築科学工業区は新築市と宝山号内に位置している。政府は工業地区へ十分な工業用水を確保する目的で工業用ダムの建設を計画し、 1981年に宝山合山小村に宝山ダムの建設が着手され、2000年に供用が開始された。このほ2006年内に供用開始を目指す宝にダムの建設も行われている。従来は農業生産を中心に経済活動が営まれ、商工業の比率は極めて少なかったが、新築科学工業区の完成以降、 多くの青年層は工業へ従事するようになり、経済構造が大きく変質した。特に台湾が w t o に加盟してからは、伝統的な農産品は国際競争力を失い、工業を中心とした経済が主流になると予想されている。その中、宝山郷政府は農村風景発展計画を策定し、都市近郊の余暇農場としての農業の発展を計画し、 レジャー、観光業と複合させた農業の発展も期待されている。双子井戸、ありがとうございます。